屋に初めてカセットテープレコーダーが来た日、家族はお祭り騒ぎだった。それぞれの声を録音してみて、なんて変な声なんだって笑った。テレビの歌番組録音するときは息を殺してボタンを押した。だけど台所で母が洗い物をする音も入ったりした。あら、テレビが初めて来た日は近所のみんなが集まった。電子レンジがやってきた日は卵を爆発させた。明るい未来を信じてた、豊かな時代を目指してた、希望があふれてた。全てがキラキラ光ってた、平和が続くと思ってた、あの日に帰りたい。もうチャンネルしてみようかね。お母さんはホットカーラよっしゃ、もう出してからな。そろそろ車も買い替えるとな。おばあちゃんにマイロン買ってあげて。アイロンシワ伸ばすね。わからんこと言ってんじゃないわよ。電話は玄関にある黒いダイヤル式でフリルのカバーがかかる。ついでにドアノブにもティッシュのケースにも同じようなカバーがかかってます。校庭に乗られ迷い込んできて給食の残りをやる。空き地にみんなで秘密基地を作って日が暮れるまで帰らなかった。タバコ屋の店先にはいつもおばあちゃん、習い事はそろばんに習字。朝の目覚めは牛乳配達の瓶の音とスズメの声。明るい未来を信じてた、予想もつかない幸せに出会うと思ってた。僕らは一体いつどこで何を忘れてきたんだろう。あの日の夢を見る。ちょっとあんた、それテレビ見てんの。テレビばかし見たらね、テレビになってしまうよ。テレビになって私見たことないわ。アホー、アホでないの。お母さんに向かってこの口が言うたんか。おい、ビール持ってきて。はーい。今度な、学芸会でモノマネやんねん。おい、お父さんにも聞かせてえな。よっしゃ、やるで。まあそのまあそのやめといた方がええんちゃうか。街に活気があり、父は毎朝さあそうと会社に出かけた。夕焼けの色や夕立の匂い、今よりもっと鮮やかだった。明るい未来の僕たちは心のどこかが寂しくて背中を丸めてる。ビルに隠れた夕焼けに、道路に染みる夕立に、あの日を信じてた、豊かな時代を目指してた、希望があふれてた。全てがキラキラ光ってた、平和が続くと思ってた、あの日に帰りたい。子供はもう寝なさい。イレブンピーム見たいよ。大人になったらな。Thank you.